ドラマ久しぶりにやってまいりました。自称パックマンのまつちゃんでございます。本日も新しめのパックをご紹介させていただこうと思うんですけども、こちらですね、バセリンの保湿シートマスクをご用意いたしました。ドンキでは1枚149円ぐらいで、本日はこちらの方を辛口で判定していくわけでございますよ。割となんか口コミも微妙い感じで、まあ私も使ってみた感想を真剣に皆様にお伝えできる、そんなチャンネルにしていきたいと思っております。よろしくお願いします。まつチャンネル、本日こちらのシートのポイントは3つございます。まず1つ目はユーカリの天然繊維のヌードセルシートで、お顔をすっぽり包んでくれるらしい。すっぽりあんまなかなかパックですっぽりとは言わんと思うけど、2つ目、サンプルとクリームのエッセンスでベタつくことなくさらっとした保湿感、あと乾燥肌にすごい特化してる感じですね。やっぱリップと一緒で、3個目、保湿と栄養成分が乾燥から守ってくれるとのことだったので、最強じゃね、冬とかマジありがたいパックじゃねってこと。3種類あって、この青い方はセラミド含有で肌のバリア機能や保湿感を与え、疲れた肌に活力を吹き入れてくれる。緑に関してはヒアルロン酸が含まれていて、乾燥した肌をしっとり肌に変えてくれる。このなんかもう超高そうじゃないこいつ。マディラサンティサイド含有で乾燥肌、荒れ肌に栄養を与えてくれます。ありがとうございます。まあいつもだったら割と20類で定まっていたものが、なんと今回3種類あります。でもこれを3日に分けていくのも、みんなが歯見づらとかなったりする可能性もあるので、考えました。本日顔面を3等分していきたいと思います。それではね、早速やっていきましょう。まつチャンネル、まず青、すごい、え、わかるかな、もうすでにクリーム感すごない、うわやば、ごめん、もう一回つけ直すね。じゃあこれはちょっと左の顔がちょっと疲れてきてるので、左の顔に本日は、畳んで貼っていきたいと思います。今こうやって畳まれているのを、よいしょ、いいね、いいよ、え、天才、はい、こんな感じですね。天才だと思うわ、ここまで来ると絶対パックの専門家向いてるわ。ちょっと待って、鼻のさ、鼻の先出すの忘れたわ。でもつけてても分かるぐらいのベタって感じはない今のところ。はい、続きましてこの緑貼っていきます。おお、あ、シートもちょっとこっちのがっちりしてるのかな。これ抜いてみたらこんな感じ、ローションっぽい感じかな。ちなみに匂いに関しましては、鼻が詰まっているためマジで分かりません、ごめんなさい。最近ちょっと口の周りがニキビすごすぎてちょっと気になってるんで、口の周りに貼らせていただきたいと思う。え、これめっちゃ貼るのむずい、どうしよう、こんな感じ。はい、で最後、まあ、茶色も結構クリームっぽい、でもさっきよりサラサラ感があるね。はい、出来上がりました。湿布感見ていきたいと思うんですけど、ちょっと落ちそうなんでこれだけ貼っておきます。写真撮ったか記念に。じゃあね、今56分なのでこのままちょっと10分測っていきたいと思います。はい、10分経ちましたので撮っていきたいと思います。ちなみになんですけど、緑のパック、ちょっと話しといたいのは花粉症のせいか。じゃあまずここの青の部分撮っていきたいと思います。おおお、嫌なベタつき感はない、いい感じ。次緑いきます。これね、ちょっと鼻の下がすごい痛かったんだよね。あ、なんか待って、ちょっと一回手をリセットしたい。化粧水に近いのかな。最後こんちゃん歩きます。すごいちゃんと残ってるわ。おい、なんだ、さっきと違う、なんかさ、うわ、なんで言ったらいいの、なんか豪華、もちもちする、一番いい茶色、待って、いいかも。保湿されつつキュッとされてる感じがすごい伝わる。明るさは青がいいと思う。さっぱりしたくって乾燥をちょっと防ぎたいだったら緑で、保湿もベタつき感も許せて、でしっとり感も含めた上で欲しかったら茶色かも。
想像以上にいいんだけど、口コミ以上に良かったんだけど、何顔引き締まるね。いいね。いい、使った方がいい。いい加減さ、パックの企業案件ください。はい、それではですね、こちらの動画が参考になったなって思う方もいらっしゃる。以上、待ちでした。待ちちゃんでした。待ちちゃん。